ビートたけしが5日放送のワイドナショーにゲスト出演し、ダウンタウンの松本人志、スマップの中井正広らとトークを繰り広げた。番組ではフライデー襲撃事件、バイク転倒事故など、たけし自身に関わる出来事や、周辺事情のほか、米倉涼子の離婚危機報道、国内復帰の広島、黒田博樹投手のことなど、多岐にわたってトークが進められた。また、後半ではたけしが漫才コンビ、ツービート時代に、世に送り出した一発芸、コマネチ、について、体操女子元ルーマニア代表で、1976年モントリオール、80年モスクワ養護輪金メダリストの、ナディア、コマネチさんに肖像権使用料として、200万円を支払ったことを、明かした。たけしは、コマネチさんが、気がつきやがって、俺は、ネチコマ、に直したんだけど、と、最初は本人の承諾を、得ずに一発芸を使っていたことを、明かしたが、子供たちが真似をする大ヒット芸となったことで、正式な手段を踏んだという、コマネチ、が元金メダリストを、題材にしたことを知らない若い女性レギュラー出演者は、松本らにそのポーズを、するように促されると、腰の前で両手を V 字型にする仕草を、披露。たけしから、うまい、うまい、と褒められていた。